では男子 500m ハードル予選第1組です。それでは出場選手をご紹介いたします。第2レーン日置康弘君、チームアイマン。第3レーン山田敦史君、東海大学。第4レーンを開けまして、第5レーン野口直人君、順天堂大学。第6レーン武田健太君、比叡山高校教員。第7レーン秀浦範之君、クレーマー TC。 第8レーン中村明彦君、高知浜松 AC。第9レーン小池孝之君、赤星立教。以上、7名の出場で予選第1組のスタートです。おやばい、